でも今自分の中で一生懸命やらせていただくっていうところを持ってればそれで良いと思うんですね。で、完璧を追い求めすぎちゃって自分で潰れてしまうこと、まあ本当に多いので、完璧という言葉をいやいやまだ私発展途上だからっていう言葉に置き換えてはいかがでしょうか。やっぱ完璧を求めないことです。これもまあ仕事も家庭も長続きさせるコツだと思います。それではまた。